はい、どうも皆さんこんにちは、わさびです。本日はですね、こちらわかりますか、そり立つ壁がございます。ということはこの方のお宅にお邪魔させていただいてます。松田さん、よろしくお願いします。いらっしゃい。はい、松田水道の松田さんでございます。こんにちは。いつもお世話になっております。こちらこそ。僕も同じ T シャツ着させていただいてますけど、いつもね、着てくれてて、いや、ありがとうございます。黒です。去年も僕たくさんお邪魔させていただいて練習させていただいたんですけど、まあ、ちょっと悔いの残る結果だったんでしょうがない。ちょっと今日はね、もうリベンジを果たそう思うて、松田さんはね、前回そこをね乗り越えて、なんとか、はい、なんとか壁まで行かれたじゃないですか、はい、なのでちょっとドラゴンに関してもサスケに関しても人生に関しても大先輩でございますので。人生だけで、いやいやいや俺もでもね、はい、本番から一回も触ってないから。そうですよね。もうだから6ヶ月近く何もやってない、はい、ただのおじさんです。見てみたいですね。怖いわ。まずそうですね、お手本の方よろしくお願いします。本当にだって、はい、全くやってないからね。やってわかると思うけど怖いや。いや、超怖い、超怖い。もうさ、だって掴んだ瞬間にガーじゃん。そうですね、僕も今日はね、ここに来るまでもうイメトリしてたんですよ、うん、ちょっとこの棒を触った瞬間に嫌だなって言える。だからさ、やっぱり覚悟しないと。そうなんですよね。いや、舐めてかかっちゃマジで殺されるなって。いや本当なのよ。もちろんだから本番だってね、すごいみんな精神状態の中で飛んでいくわけだから、ね、レースでこんなこと言ってられないんですけど、まあでもまだまだ本番までは多分時間あると思うんで、はい、いっぱい練習していきましょうよ。やりましょう。はい、やりましょう、はい、じゃあやっていきましょう。どうぞ。いや、ほんとすごいな。お願いします。うえー、完璧。完璧やないですか。おっさん頑張った。超綺麗。超綺麗。できたね。楽しい。楽しい。すげえ。しかもやっぱ結構速いじゃないですか、ここの、うん、このバーのバーっていって、そのスピードからの2本目超冷静に取りましたね。なんかやりながら、はい、あ、体勢こうだからこうだなっていうのがなんか分かった。やっぱ本番経験して成功したのがでかいんですかね。多分それのメンタルだね。どうしよう、俺真逆なんだけど今そのメンタル状況が。楽しいな。すげえ、一発でできちゃった。一発目。じゃあ助け楽しい。いやでもね、マジで前回本番のドラゴングライダーでこの辺で、あ、やばい、怖いって思っちゃったんですよ。でそれでこう力んじゃって、ここうまくて離せなくて変な体勢になっちゃったんですよね。だからそれぶりのドラゴングライダーやってみたいと思います。怖っ。いきます。いけんじゃん。いけましたね。本番どうしたの？ビビった。半年ぶりのドラゴンいけますね。なんで俺すごくねえじゃん。ちょっとそこ失敗しとけよ。先輩の顔立てずに。いや、いい、いいの。普通にできちゃった。いいの、できちゃっていいの。なんかずっとイメージ出たんですよ、うんうん、結局あそこでビビったせいで余計力んじゃって、うん、ここは固まっちゃうと、うん、もう動けない、動けないの。だからもう絶対腕はだらんとしようってずっとこうイメージ出たんですよ、うん、もう何十回も何百回とこの半年間、そうビデオを見て病気お休み BGM ですよ、サスケの動画が。だから今まで僕ってこのここのガッシャン、うん、ガッシャン、ここの勢いでこうドゥーって取りに行ってた。はいはいはい、当たっちゃうとね、そうもう遅いのよね。そこじゃなくてちゃんと自分の体で振っていくっていうのをずっとイメージしてたから、うん、なんかそれが再現できてよかったですね。はい、気づいたら夜も吹けてしまいましたけど。暗いよ。もだいぶ暗いですね。まあ結局なんでこんな遅くなったかって、ずっとね、今日
8割ぐらい喋ってましたもんね。そう。話が止まらなくなっちゃうんだよね。そう。言ってトレーニングそんなしなかった気がするんですけど。まあ確認だよね。そうですね。うん、やっぱドラゴンやって思うんですけど、うん、めちゃめちゃやっぱ結局経験値じゃないですか。うん。どれだけやり込んで応用が効くかっていう感じかな。そうですね。何か、ね、ちょっと練習と違う状況が生まれた時に、どう回避できるかみたいな。やっぱ僕ね、普段から体動かして筋力は多少あるんですけど、うん、それでどうにかなるもんでもないです。特にああいう空中戦のものだったり、そう、空中はさ、うん、空中慣れしてないと、うん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 、なんか変な日本語言ってんね、空中は空中なんかやっぱ違うよね、うん、普通の陸上の動きとかだって自分なんてもう大体仕事で穴掘って土の中いるんだから潜る世界地中にいる人なんだよでもそんなね、松田さんでも、あの地底人の松田さんでも、もうようやくもうゴールの目の前まで行けたから。皆さんのおかげですよ、出させてもらってね、みんなと一緒で練習させてもらって、いろんなやっぱアドバイスをもらってるんで、やっぱ仲間って大事よ。一人じゃ続かないし、一人ではどうしていいかも分かんなくなっちゃうし、そう、ほんとその一言でさ、変わるときってあるじゃん。ありますね。ここ、こうだよっていうアドバイスの仕方、一個で、まるっきり変わることってあるから。ありますね。どうやって終わろうかなほらこれサスケトークしだすとずっとこうなるんだよそうなんですねだって俺、まあ、チャンネルあれあの森本君、はい、で、まあ、まだ出るかどうかわかんないんだけど、はい、ちょっとトークを自分と撮った時に、はい、あのタックルをした後に登るのに縄はしごがあるのね、はい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 、あそこがバインバインするっていう話で、はい、それで2人で、はい30分じゃ済まなかったかな。嘘でしょ。その縄ばしごのバインバイン話が1時間近く続いて、多分ね、視聴者の方は全く分かんないと思う。そうですよね。俺と森本は、うん、あのバインバインがさ、でもずっと笑ってたから。すいません、あの、サスケのエリアをですね、説明しますと、重いそのタックルっていうのを押して、次のエリアに向かうときに、そこを乗り越えていくのに、ロープでできた縄ばしご、そこがあって、そこに足を引っ掛けて、やっぱ、ロープなんて伸びるじゃないですか、うん、それをまあ使う使わないの話になって俺はそれを真面目に全部使ってバインバインになってタイムロスしたっていう2秒ぐらいタイムロスした そう、それだけの話なんですけどなんでそこでこうなったんだとかあそこで手はこうだとかはいはい、はい、だって教えてくれなかったじゃんとかいやその話はねもう混じりたいと思ったバインバイン話に入れてしかもそうじゃあ今年もねここでいっぱいまたトレーニングさせていただいて今度こそ一緒にセカンド行きましょう。行きましょう。はい。まあ、こんな感じで、はい、今年もサスケ、はい、今年頑張っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価のボタンよろしくお願いします。以上、わさびでした。松田さんでした。ありがとうございました。お邪魔しました。今度は、ボタンの感触について一応語りましょう。ボタン作ったからね、俺。あ、そっかそっか。また光るからね。マジっすかちょっと、プシューマやりましょう、プシュー。プシュー、パンガス。